皆さん、こんにちは、大丈夫です。今日は相手を変えようとしないっていうね、話をしたいと思います。例文、僕には無理じゃないかと思うんですね。まあ、相手の人が言ったとして、それに対してね、そんなことないよ、ね、こう、まあ、相手勇気づけるつもりでしょうけれども、まあ、これ変えようとしてるよね、そんなことないよ、ね。言うと、まあ、もしかしたらね、いや、そっか、そこまで言ってくれるんだったら頑張ってみようかなってなるかもしんないけど、ね、いや、やっぱり無理だと思うとかね、やっぱり無理ですって、かえって固くなになっちゃうパターンもあるんだよね。で、いや、そんなことないって大丈夫だよ、やってみなきゃ分かんないじゃんみたいになると、本当にただ揉み合ってるみたいな状態になっちゃう。で、別のパターンもね、使えるようになるといいね。で、僕は無理じゃないかなと思うんですに対して、じゃあ諦めるっていうことっていうのを別に相手を責める感じでもなく、ただフラットに確認してみる、ね。で、そうすると、いや、そういうわけでもとかね、そういうわけじゃみたいにこうなってくる。だから、なんかこう相手と揉み合いになるんじゃなくて、ん?とかって言って、どういうこと?とかって言ってると、いや、そういうわけじゃみたいに、相手がこう出てきたところを捕まえて投げちゃうみたいなね、合気道方式と呼んでますけれども、ね、ぜひ揉み合いにならずに相手の力を使って相手にね、こうどんどん変化していってもらうとか変わっていってもらうっていうやり方のイメージも持っておくといいんじゃないかな。まあ、この場合、諦めるってことに対して、まあそうですねってなっちゃうこともあるんだけど、そうした時にね、別にそれでおしまいでもいいし、ね、じゃあさ、諦めたらどうなりそうとか、やめたらどうなりそうとか、何するのとか、そうしたらどうなりそうとかって聞くと、いや、やっぱりちょっと違うなってなる時もあるし、あ、やっぱりやめてもいいんだってなる時もあるしね。それ聞いてみればいいんだよね。あとは本当は何を望んでるとかってやると、また考えるチャンスが出てくる。だから、安心してね、こうやってね、諦めるっていうこととか、別パターン、じゃあしなくてもいいんじゃない?どう?とかって言ってみたりとか、やめたらどうなりそう?ってやってみたりね。まあ、あとシンプルには、だけどってやってみたりすると、うんって言ってまた別のね、側面が出てくる。ね、僕には無理じゃないかと思うんで、そっか、だけど、いや、でもやっぱり諦めきれなくてとかね。で、どういうこと?とかってやって、あ、そっか、じゃあそういう気持ちもあるんだね。どうなったらいいのかなとかね、そのために何はできるんだろうとかってこうやってみると、ね。何か動けるところが見つかってくるんじゃないかなということです。クライアントを説得するのがコーチングじゃないからね。クライアントが自分なりに何か方向性見つけて、で、やり方見つけてね。で、動けるようになっていくっていうのをサポートしていきたいなということです。参考まで。それではまた。バイバイ。